おはようございまーす。ほとんどないんですけど。こんにちは、ハーブティー。はい、まえのんです。今日はですね、ちょっとこの間私ファスティングをしましてですね、そのファスティングがどうだったのかとかいう、そういう話をしながら、メイクをしながら雑談をしていきたいと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞー。ということで、メイクをね、始めていきたいと思いまーす。先日ね、インスタとかの方で告知をね、させてもらったんですけれども、写真集をね、10年ぶりに発売することになりまして、今日はその打ち合わせに行くメイクをしていきたいと思いまーす。ベースはこちらを使っていきまーす。エスポアのブラッシュサンクリームの SPF50 プラス PA3 プラスを使っていきまーす。そう、先日ね、私ファスティングをしまして、ファスティングって言っても、食べないファスティングじゃなくて、食べるファスティングっていうやつがあって、デリファスっていう、あ、これ案件でも何でもないんですけど、食べて体をきれいにするみたいな、食べながらファスティングするっていうものがあるんですけど、それをね、やってみたくって、インスタ見れたらなんか出てきて、注文してみたんですけど、私がやったやつは3日間のファスティングのやつで、結果言うと、めっちゃ良かったです。なんか最近消化が悪くて、それすごい悩んでたんですけど、それを見てたら、めっちゃ良くなったみたいな書いてあって、キットを、ね、頼んだのが1ヶ月ぐらい前で、なんか自分で決めれるんですよ。いつやるかみたいな。カレンダーに、ね、入れるのを忘れてて、その3日間のファスティングの前、2日間、準備食っていう準備期間があって、終わった後に回復食2日間があって、まあほぼ1週間ファスティングに向けてやらなきゃいけないんですけど、すっかり忘れてて、準備食をするタイミングで私ディズニーに行ってて、すごいね、いっぱい食べちゃって、本当はなんかその玄米とかを取ったり、フルーツとか食べたりしなきゃいけないんですけど、本当に忘れてて、準備期間の1日目をちょっとミスってしまいまして、新鮮の野菜が届くので、そのタイミングに合わせてやってみたんですけど、なんせね、1日目はね、まだ耐えれたんですけど、2日目がもう本当に頭痛くなっちゃって、気持ち悪くなっちゃって大変だったんですけど、それは本当に準備期間をちゃんとしなかったことと、本当はね、1週間ぐらい前からカフェインを抜いたりとかした方が良かったみたいで、2日目に起きたその好転反応っていうものらしいんですけど、調べたところによると。でも好転反応っていいことらしくて、その毒素とかをこう出してくれる体の反応でそうなっちゃったみたいなんですけど、私は頑張ってね、乗り越えたんですけど、食べるものが少なくなる。朝はね、スープ、お昼はサラダ、夜はスープみたいな生活を3日間するんですけど、朝ごはんがスムージーとポタージュを選べるんですよ。でも私は朝ちょっとあったかいの飲みたいなということで、ポタージュコースみたいなのにしたんですけど、どっちもね、選べるんですけど、スープも美味しかったし、サラダも美味しかったから、それはね、なんとかいけたんですけど、一番辛かったのは、その、合間に飲める飲み物が、お水と炭酸水しかないっていうのが、個人的に結構しんどかったかも。お仕事でカフェとかに行ったりとか、打ち合わせとかで会食とかあったりとかして、その時にも、自分一人だったらいいんですけど、周りに迷惑かけちゃうなっていう、それがちょっとね、お仕事的にしんどかったかもしれない。ちょうどしかも、その、回復食のタイミング、私、大阪で、ポップアップだったんですけど、せっかくね、大阪行くのに、みんなでご飯食べに行きたかったんですけど、私は、ジュエで、コンビニの、お味噌汁を飲みました。夜は、本当はね、お好み焼きとか食べたかったんですけど、弥生県に行って、お魚の定食を食べたりとかして、そんな生活をしました。ファンデーションはティルティルのマスクフィットトーンアップエッセンスを使っていきます。これはファンデーションではないのかな ?SPF30PA2+ を使っていきます。これがね、めっちゃおすすめ。みんな使ったことあると思うけど、すごいね、私の肌にめっちゃ合うんですよ、これ。サウナとか私よく行くんですけど、サウナ行く日も、やっぱ一応お肌は綺麗にしときたいなって時に、これをね、ベースに塗ってサウナに行ってます。っていう、その話をしたくて、ストーリーにね、投稿してたので、詳しく知りたいです、みたいなコメントとかをね、いただいてたので、YouTube でお話ししようと思って撮ってます。でも本当に、何が良かったかっていうと、お腹の調子体調的にも良くなったっていうのもあるんですけど、回復食も終わって、ご飯を食べる時に、素材の味っていうのを本当に感じるんだなと思って、サラダとかもめちゃくちゃ美味しく感じて、納豆とか私大好きなんですけど、何食べても美味しく食べれるんですけど、あ、私この納豆の味好きかもとか、あ、納豆ってこんな味するんだみたいな、なんか初めての感覚になって、それも面白かったですね。もう今はね、回復食も終わり、もう2週間ぐらい経ったかな。
だからちょっとスタバとか飲んじゃったりとかしてるんですけど、美味しい抹茶のやつ今日初めて飲みました。ね、めっちゃ良くないですかこれ。トーンアップしてくれて、元々の肌を生かしてくれる感じ。塗ってるんですけど、カバー力があるっていうよりかは透明感が出る感じかな。すっぴん風のお肌になります。そしたらコンシーラーをのせていきます。コンシーラーはディオールスキンフォエバースキンコレクトコンシーラーの 1N を使っていきます。結果的に体重がね、私はぴったり1キロ落ちて、人によっては2、3キロ落ちる方もいるみたいで、食べないダイエットはね、やっぱりしんどいと思うんですよ。私は、ね、絶対無理って思った。食べてもそれだったから、食べてもお腹空いたし、結構ね3日間本当にギリギリって感じ。予定がなかったら誰かと会うとか、人とこう一緒に行動しないお仕事とかしてる方とかだったら全然ねいいと思うし、私ももう一回やりたいなとは思うんですけど、やっぱね1週間予定をしっかり決めないと、ファスティングの1週間にしちゃってもいいぐらいじゃないと結構しんどかったかも。だからいつもねジムの後にそのピピタンと割とさご飯とか行ったりするんですけど、それに行けないのがね結構嫌だったな。前にだから今ファスティング中だから今日もまっすぐ帰るねって言って事前に連絡したりとか、それがちょっとね行きたかったなっていう気持ち。アミューズのこれも大好き、デュージェリービーガンクッションの01番、 SPF38PA3+。 これは使うっていうよりかはもう軽くほんのちょっとだけつけて、叩けば叩くほどねツヤが出てくれるので、ツヤツヤにしたいから。これもカバー力があるっていうわけではないんですけど、最近そうなんかファスティングしたからなのかね、お肌がなんかすごい調子良くて、ファスティングしていいことだらけだったなって思います。お腹が本当にファスティングの3日目終わって次の日の回復食に入る朝が、え、なんか自分のお腹じゃないみたいっていうぐらいストーンってなって、お腹がもうなんか何にも入ってませんみたいなお腹になったんですよ。小さい時は細いというかペタンコ系のお腹だったんですけど、やっぱ年齢を重ねるにつれて体型って変わってくるから、お腹はここみたいなちょっと出てたんですけど特にあと食べたらめっちゃお腹出るから、すごいお腹が常に出てるみたいな状態だったんですけど、小学生の頃思い出すかのようななんかペタンコのお腹になって、今はそんなことないんですけど普通に食べちゃってるから、あれはちょっとね感動だったかも。写真撮りたかったもん、撮ってないけど。あ、ほらめちゃくちゃツヤが出ました。はい、そしたらパウダーはコスメデコルテのフェイスパウダーの00番、これはずっと使ってます。一回手にのせて眉毛と目の周りと鼻の横とかこの辺かな。そしたら眉毛を描いていきます。これはパウダーペンシルアイブロウデジャブですね、ステイナチュラの3番かな、ウォームブラウンを使っていきます。一回整えます。眉毛を描かずにちょっと薄いところとかだけ出してあげる感じで、なんかそのファスティングも30になる前にやってみたくて、ずっと6月入って2週目ぐらいにやりました。やってよかっただなって思います。1ヶ月前にその予定入れちゃったから、正直お仕事何が入るか分かってなかったから、この週でいいやって結構割と適当に決めちゃったんですけど、普通にポップアップの前だったからちょっとやっちゃったなって思いました。あと打ち合わせ、そう、その1個その3日間の2日目だ、一番しんどい時、めっちゃ長い打ち合わせをその日入ってて、あの日はねもう結構泣きそうになるぐらいしんどかったです。お腹超すくし、お腹鳴るし、集中しないといけないし、体調悪いしみたいな、もうやばかったねあれは。そしたら眉毛終わったのでアイメイク入っていきます。アイメイクもね今日はめっちゃナチュラルです。そしてねこれが超良かった、スナイデルのフェイススタイリストの01番、これめっちゃ良かった。こんな色可愛くない？可愛すぎる。全部の色使います。まずこの色をアイホールにのせていきます。本当に今日は薄いと思います、ナチュラルに。はい、下にも入れていきます。そしたらこっちのねラメが入ってる、こっちはちょっと暗めで、こっちはちょっと明るめのブラウンを下まぶたに入れていきます。じゃんじゃんじゃん、あ、いい感じ。このメイク可愛いんだよね。のせてあげます。目尻にこれ
それでラインを引いていきます。最近アイシャドウでラインを引いてたんですけど、 D アップのシルクリキッドアイライナーのアプリコットブラウン。今日はビューラーはしないでいきます。こんな感じ、ほんのちょっとだけ、うん、こんな感じ。あとはチークとリップして今日は終わりたいと思います。はい、そしたら前髪を今ちょっと下ろしてきました。チークはこれを使っていきます。久しぶりの登場かも。はい、エレガンスの BE の401番を使っていきます。こういう色、あ、今ね着てるルームウェアはモンティーズがくれました。すごい長めのワンピースなんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。いっぱい着てます。ありがとうございます。このチークをちょっと横長にふわっと入れます。肌にめっちゃ馴染むんですよね、このチーク。うん、こんな感じです。そしたらリップをのせていきます。リップすごい悩んでるんですけど、最初にこれ塗ろうかな。クラランスのコンフォートリップオイルの09番、こういう色です。こんな感じ。すごい、これとこれがちょっと色味が似てる。アイライナー今日はこんな感じかな。ナチュラルなんですけど、ちゃんと漏れるとこは漏るみたいな。この目の下に色入れてあげると漏れるので。あ、最後ラメ入れよう。このラメが超綺麗なラメで、結構キラキラなので、アイの袋に結構粉のラメって感じする。のっけるラメって感じかな。でもちゃんと粉がなんか柔らかくて軽いのでフィットしてくれる感じ。結構キラキラです。そしたら最後にこれハイライトなんですけど、超綺麗でかわいい。ギラギラしないのになぜかすごいキラキラしてくれる。こんな感じです。どうでしょうか。あ、いい感じ。今日のメイクはこんな感じです。ちょっと違うのも一回乗せてみよう。ローラメルシエのペタルソフトリップスティッククレヨンの301番。赤影薄いからリップはこんぐらいにしても可愛いかも。さっきの方がまとまるけど、これはこれでいいか。どっちが好きですか。ということでメイク完成しました。はい、ということで今日はですね、これから写真集の調子ということで、ちょっとナチュラルな感じでメイクをしてみました。うん、こんな感じです。参考になったら嬉しいです。結構割と今回プチプラ系、プチプラではないけどベース系はちょっと割とプチプラ系で仕上げたかなと思います。なのでちょっとでも参考になったら嬉しいです。ということで、あとファスティングのこととかも調べて結構私は良かったなって思ったので、もしね気になった方はデリファス検索して見てみてください。結構あれが大変だったな。でもあんまり料理しないから、すごい見たことないような野菜サラダになりました。なんていうのもおしゃれすぎて、すごいいい野菜って感じだったので、その野菜の下処理っていうんですか、準備が結構大変だったかな。ドレッシングとか自分で作ったりもするので、そんな感じかな。でもすごいね、やって良かったなって思いました。経験になったし、自分の体がすごい健康になったとの感じで、すごい嬉しかったです。でもスタバは大好きです。はい、ということで、よかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ、ミルクティー、バイバーイ。これプルプルになってめっちゃ好きなんでしょ。あ、やばい、垂れちゃった。プルプルすぎて息が垂れた。